ディエゴ・デル・ラバルレ2003年ディエゴ・デル・ラバルレはイタリアの実業家セリエフィオレンティーナの名誉会長デ・ル・ラバルレは革靴のブランドトート S グループの経営者であるデ・ル・ラバルレ家は家族経営の革靴工房を経営していたがディエゴは1979年コンビニの販売に成功したことでブランド力を拡大2000年にトート S グループを設立して、ミラノ証券取引所に上場した。その影響力を下に正解にも進出している。もともとは、インテルナツィオナーレミラノの役員であった。2002年、フィオレンティーナの破産を受けて新たに設立された、フロレンティア・ビオラの経験を買い取り、セリエ C2 からクラブの再建を引き受けることとなった。2003から04シーズンには、セリエ A への昇格に成功。 2003年には、債権者の手に渡ったフィオレンティーナの商標を買い戻し、AFC フィオレンティーナが誕生した。2004年12月には、実定のアンドレアデッラ・バールレが会長に就任した。2005からレロシーズンには、監督にチェーザレ・プランデッリ、SD にパンタレオ・コルビーノを招聘して、本格的再建に乗り出した。 再建プランとして2010年にスクデット獲得のできるチーム作り、それに応じた若手主体のチーム作りを掲げた。同シーズン、チームは4位に躍進し UEFA チャンピオンズリーグへの出場権を獲得した。ところが2006年に発覚したカルチョスキャンダルへの関与が発覚したため、チームには勝ち点30ポイントの剥奪2006から07。 シーズンは勝ち点19ポイントのマイナスというペナルティが課された。でらンレ自身も3年間の活動禁止処分が課された。一方で、チームは処分明けとなる2007から08シーズンにチャンピオンズリーグ出場権を獲得するなど、クラブ再生は着実に進められている。ありがとうございます。